日本では何をしていますか働いています。そうですか。どんな仕事ですか介護の仕事をしています。仕事はどうですか毎日大変です。でも楽しいです。日本では何をしていますか働いています。そうですか。どんな仕事ですか 介護の仕事をしています。仕事はどうですか毎日大変です。でも楽しいです。タムさんの国にはどんな季節がありますか雨季と寒季があります。そうですか。寒季はとても暑いです。へえ<ー>。でも、雨季は少し涼しくなります。 雨がたくさん降りますタムさんの国にはどんな季節がありますか雨季と寒季がありますそうですか寒季はとても暑いですへえ<ー>でも雨季は少し涼しくなります雨がたくさん降ります 休みの日にどこか行きたいんですが、いいところがありますかそうだな。この町の人はマリンモールによく行くよ。え、それは何ですかショッピングモール。いろんな店とかレストランとかスーパーとかがあるところ。面白いけど、日曜日は人が多いかな。そうですか。一度行ってみます。 休みの日にどこか行きたいんですがいいところがありますかそうだなこの町の人はマリンモールによく行くよえそれは何ですかショッピングモールいろんな店とかレストランとかスーパーとかがあるところ面白いけど日曜日は人が多いかなそうですか一度行ってみます 博物館はどこですか博物館私立博物館ですかいえ、私立博物館じゃなくて、科学博物館です。ああ、科学博物館はここをまっすぐ行って、橋を渡ってすぐ右に曲がったところにあります。えっと、橋を渡って右ですねはい、そうです。 ありがとうございますすみません、博物館はどこですか博物館私立博物館ですかいえ、私立博物館じゃなくて科学博物館ですああ、科学博物館はここをまっすぐ行って橋を渡ってすぐ右に曲がったところにあります えっと、橋を渡って右ですねはい、そうですありがとうございますローさん、今帰るはい家はどの辺小島町です小島高校の近くですじゃあ、車で家まで送るよああすみません、ありがとうございます もうすぐ小島高校だけど。あ、次の信号を左に曲がってください。信号を左ね。この先に白くて大きな家があります。その角を右に入ってください。オーケー。 ここでいいですえ、ここはい、ここです今日はありがとうございましたじゃあ、お疲れ様、おやすみおやすみなさい、失礼しますローさん、今帰るはい家はどの辺小島町です 小島高校の近くですじゃあ車で家まで送るよああ、すみませんありがとうございますもうすぐ小島高校だけどあ、次の信号を左に曲がってください信号を左ね この先に白くて大きな家があります。その角を右に入ってください。オーケー。あ、ここでいいです。え、ここ？はい、ここです。今日はありがとうございました。じゃあお疲れ様。おやすみ。おやすみなさい。 失礼します。あの。十日のイベント。何時からですか。十七時に始まりますが。スタッフは。三十分前にホールに来てください。えーっと。じゃあ。四時半ですね。わかりました。よろしくお願いします。あの。十日のイベント。何時からですか。 17時に始まりますがスタッフは30分前にホールに来てくださいえっとじゃあ4時半ですねわかりましたよろしくお願いします日本語できますかはい少しどこで勉強しましたか高校で2年間勉強しました そうですか日本語できますかはい、少しどこで勉強しましたか高校で2年間勉強しましたそうですかすみません、この料理教室に参加したいんですが料理教室ですね、少々お待ちください あ,あ、金曜日のクラスはもういっぱいです。木曜日のクラスでもいいですか。はい、大丈夫です。あの、いくらですか。一回八百円払ってください。すみません。この料理教室に参加したいんですが。料理教室ですね。少々お待ちください。 ああ、金曜日のクラスはもういっぱいです。木曜日のクラスでもいいですかはい、大丈夫です。あの、いくらですか一回800円払ってください。今日はどうしましたか昨日、道で転んで足をくじいたんです。 ちょっと触りますよここをこうすると痛いですか痛いああ、じゃあレントゲン取ってみましょうか今日はどうしましたか昨日道で転んで足をくじいたんですちょっと触りますよここをこうすると痛いですか痛いああ、 じゃあ、レントゲン撮ってみましょうか。